アシュレディオ。さあ、さあ、始まりました。アシュレディオの時間です。おはようございます。いやー、吉岡さん朝早いですね。本当に。いやもう最近ね、朝もちょっと暖かくなってきたんで、うん、そんなに辛くなくなってきましたけども。僕なんて今来ましたから。最近どんどん、ね、起きる時間が早くなってきて、もう寝なくてもいいんじゃないかって最近思い始めた。ああ、なるほど。なんだったらもうその料金来ましたか。でもやっぱ寝ないとね。吉岡さんも花粉でおかしくなってます。いや最近あれ言いましたっけ、ラジオで、役所広司の映画見たって言ってない。いや言ってないですね。確かこの間話した時は見てなかったはずです。あ、そうかそうか。なんなら僕がちょっと紹介したぐらいの話。そう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 、僕は芦田さんが紹介されたらすぐ見ちゃう。で、長澤まさみが出てるのまたいいよねみたいな話をして。あ、そう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 、それめちゃめちゃ良かったですね。なんだっけな、素晴らしき世界。そう、素晴らしき世界。いやー、素晴らしき世界。いやー、まあネタバレになっちゃってあんまストーリーは言いませんけども、役所広司のなんだろう、どういう設定なんですか。役所広司はもうずっと中学生ぐらいからもう少年院とか刑務所でずっと育つんですよ。もう出たり入ったり悪いやつなんだ。そう、ずっと悪いやつで、で旭川の刑務所入れられてるんですけど、まあ、すごく寒くて、まあ、ケーキ置いて出るっていう話で、でそっからまあその幼い頃に児童養護施設に預けられて、うん、お母さんと生き別れみたいになっちゃったんですよ、役所工事がね。そう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 、役所工事はお母さんを探すっていう感じで、うん、生き始めるんですよ、うん、でそこになんかこうテレビ局の人たちがなんかずっとその刑務所の中にいた人が出てきて、うん、なんかこれお母さんを探すみたいなドキュメンタリーで作りたいみたいな、うん、オファーをしてきて、うん、こう密着し始めたりとかするんですけど、うん、でもなかなかその役所広司もそうだし、その社会がその落語者というか、うんうん、にこう寛容になれない場面とかがすごいこう出てくるんですよ、うん、はいはいはい、万引きしてないのに、うん、風情だけでも万引きしたって止められて、はいはい、裏連れてかれてたりとか、うん、とかっていう、なんかその役所工事も役所工事、そのヤクザの癖が抜けなくて、うん、すぐすごんじゃったりとか、うん、すごむおらーみたいな、なんかその若どんならボケーみたいなのをこう、はいはい、すぐ出ちゃう、はいはい、っていうその役所広司がこう生きづらい中でも、うん、なんかその周りの人たちがちょっとずつこう手を差し伸べてくれる人たちがいて、でこうお母さんを探したりとか、まあいろんなドラマがこうあるんですけど、うんうん、で長澤まさみは何役なんですか。長澤まさみはそのテレビ局のチーフディレクターみたいな。なるほど。いいから映像撮ってこいみたいな、うん、でその下っ端のディレクターみたいなが長澤まさみ。いや、長澤まさみがチーフで、下っ端のなんかこう AD みたいな、うん、男の子がいて、うん、この人がその役所広司を最初面白おかしく撮ってるんですけど、うん、なんか最後は一緒にお母さんをこう探す旅に出たりとかして、うん、でなんかこうまあいろいろ感化されて、うん、でまあその周りの人間とのまあこう関係を描いていって、なるほどっていう、その多分母親目線の人が見たらすごくこう役所広司が純粋な本当何も知らないまっすぐな少年のまま生きちゃってるんで、はい、その少年が私を探してるっていう目線で見て、多分すごく感情が揺さぶられる感じの映画だし、そうそう、橋爪功とかがその後見人みたいな感じで身元引き受け人みたいな感じで出てくるんですけど、最初刑務所から出てきて最初の日にその橋爪功と奥さんにすき焼きをごちそうしてもらうんですけど、それを食べながら泣いちゃうんですよ、役所広司。ああどうしたどうしたみたいな、その温かいこう飯もそうだし、人の心みたいなのに触れてっていうので、まあ多分この作品が伝えたいメッセージとしては、そのまあ何なのかなって僕はずっと考えてたんですけど、なんか今の現代社会というか、僕たちが生きてる社会、映画じゃなくて置き換えた時に、自分の中でそういう、なんだろう、一度道を踏み外してしまった人に対する、そう、差別とか偏見みたいなのが今は露呈してないかもしれないけど、いざそういう例えば役所広司が隣に引っ越していきますってなった時に、
自分はどういう態度で接するのかなとかっていうのをなんかすごく考えるきっかけになったというか、なるほどっていう、僕はそんな風に思って見てたんですけど、すごく僕は おすすめの。ちょっと聞きたいことがあって、はい、中川さん、まさみと役所広司の性格、それちょっと似てます？あそうっすね、言われてみればちょっとそのなんか若干似てる部分もあるかもしれないですね。そこなんか、なんかそこ分かんないです、僕まだ見てないんです、その、うん、描き方としてはちょっとあれに近い描き方の気がしてて、パラサイト。あー、パラサイト見てないですね。要は立場が違うだけで、立場がもしそれ逆だったら、要はなんだろう、うんうんうん、内面よりも立場が正義なのかみたいな多分テーマの気がするんですよ。うん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 、ああ、はい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 。なんで僕が中澤まさみとその役所広司の性格が似てるかを聞いたかっていうと、うんうんうん、その立場っていうか生まれとか環境が違うだけで性格が同じ性格だったとしても、うん、テレビ局で活躍して上流階級に行ける人間と、うんうんうん、あとはもう親が違うとか環境が違うっていうだけで性格がそれよりも上流階級の人間よりも可愛げがあったりとか素直だったとしても、もうそのレッテルだけで人生がうまくいかなくなってしまうっていうのは結構誰にでも当てはまる話です。っていうのを今感じました。ってなった時に、その何、その生い立ちとか環境次第で、なんだろう、こう誰でもどうにでもなる可能性はあるわけじゃないですか、うんうん、っていうのをこう示唆してるってことですか。で、僕はそういう気がします。あ、だからまさにその考えさせるっていうことがメインだと思うんですけど、うん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 、だからその弱いものを見つけて弱いものを叩くんじゃなくて、うん、弱いものに手を差し伸べないと、うん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 、だってそれもし自分が弱いものだったら、うんうん、手を差し伸べられないじゃないですか、うん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 、だからノーブレスオブリージュじゃないけど、うんうん、そのより位の高いもの、うんうん、より貴族恵まれてるものが弱いものの味方をしてあげなくちゃいけない、うんうん、っていうあことを思ってます。はい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 そうね、そうね、そうですね。だから弱い者いじめみたいなのは良くないよって話だと思うんですけど、役所広司いたもんな、本当にいる、うん、ああいう、もういるもんすごいですよね、すごい、そういう役者はすごい、もう役作り半端、多分痩せてたし、うん、その刑務所、うん、入るあれで、うん、役所めっちゃ痩せてたし、ああ確かにこういう組の人いるよなみたいな、うん、いるよなって僕知らないけどいそうだよなっていう、うん、っていう、皆さんぜひ。素晴らしいです最近映画紹介が多いけど小林勝さんですか小林勝さんです似てるわかるかな、ラジオ聞いてる人。昔やってましたね、テレビでなんか12チャンネルぐらいで。ああ、何ですかね、やってたの。小林勝です。ホームアローン。あいそういうなんか、はい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 、金曜ロードショーのティザーじゃないですか。あなんか予告動画。はい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 。夜も引っ張れの赤坂さんは知ってますか。ああ。わかります。わかります。メガネの人ですよね。そう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 。あとクリス・ペプラーとね。ああ、はい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 。クリス・ペプラーはそうっすね。クリス・ペプラーです。似てる。イケボイスだよな、かなり。そうそう、質問いきます。ごめんなさい、質問いきます。吉岡さん、お世話になってます。以前、短期刈り取りと長期積み立てのを話していただいた際に質問させていただいたものです。覚えてます？なんだろう。質問の後、再度転職をして幸せに過ごしています。毎朝のルーティンでレディを携帯に保存を聞きながら出社しています。再生回数の上がらない聞き方で申し訳ありません。質問なんですが、吉岡さんや森山さんなど皆様が振り返りが大事だとおっしゃいます。振り返りの具体的な方法を教えてください。自分は不動産の売買仲介実需の戸建てメインの営業ですが、
案内括弧商談中に取ったメモ記憶を振り返るのですが、お客様の反応や結果に対して効果的な振り返りができていないと感じます。吉岡さん、橋野さん、具体的にどのような行動を振り返っていますでしょうか。より自分を成長させたく教えていただけたら幸いです、という。まず戦略がないとダメで、自分が絶対にこれだったら完璧だっていう、吉岡さんによく仮説を立てるって話をしますけど、うんうん、そう、自分なりの完璧なこれだったら絶対に成功するって仮説がまず自分の中になくちゃいけないんですよ。それを立ててない時点でもう全て成立しないです。それを立てた上で実際に現場に出て、現場に出て感じたことを振り返るんですよ。そのお客さんが何て言ったとかどうでもいいです。自分がどう感じたか、あ、この時お客さんがんって分かんない顔してたなっていう、で、この感じる力がなかったら、まあ、それはセンスっていうんですけど、その感じる力、センスがなかったらもう何やってもダメです、残念ながら。で、その感じたことを言語化して、なぜうまくいったのか、なぜうまくいかなかったのかっていうことを言葉にするんですよ。その反省をもとにまた新しい、これだったら、じゃあこれだったらもう完璧に、成功する、うん、絶対契約になるっていう仮説を立てるんですよ。っていうことが振り返りです。ああ、なるほどな。だそもそも自分の仮説がなかったら振り返りもクソもないんですよ。シナリオがないとうまくいったかどうかも分かんないから、うん、表参道から、うん、銀座線で渋谷に行って、うん、渋谷から山手線で品川まで行って、うん、品川から東海道線の新幹線に乗って、うん、東海道新幹線に乗って名古屋に行く、うん、っていうのが何時にそれをやって、何時にそれをやって、何時にそれをやってっていうことを完璧に遂行できたら時間通りに名古屋に着くんですよ、絶対日本の電車であれば。そうだね、そうですね。でもそれがなく、いやーなんか行けなかったっすねって言って板橋とかにいたら意味わかんないじゃん。それは意味不明。でもみんなそうですよ。あー、そっか。これだったら絶対 100% 名古屋に行けるっていうのがなかったら振り返りも何もできないじゃないですか。で、その戦略を立てて戦略通りにやったにもかかわらず名古屋についていないんだとしたら何が問題か。あの時あのおばあちゃんを助けたのが問題だったんだな。じゃああの時に僕はおばあちゃんを助けないっていう選択ができたんだろうか。じゃあ1時間早く名古屋に着くっていう予定を立てるっていうことが正しいんだ、じゃあ次は1時間早く名古屋に着くように戦略を立てよう、うん、これだったら絶対に次はもうミスらない、うん、っていうのが振り返りじゃないですか。でもなぜか板橋にいるやつは振り返りはできないんですよね。なんでかっていう話もできないというか、っていうことです。ああ、そっか、生き方が分かってないもんな。うん、名古屋戦略、だ計画を立ててないだけです。だからこの人の話で言ったら、その不動産の営業を、まあ、お客さんにご案内というか商談をする前に自分でシナリオを設計して、うん、その通りに行ったのか行かなかったのかっていう振り返りをまず。ああ、まだ早いですね。まずは戦略を立てないっていう人がまずいるわけですよ。これがほとんどいるわけです、じゃあ戦略を立てれた人がいたとしても、うん、戦略通りにやってないって人がほとんどなんですよ。ははははいや、なんかお客さんがこういうこと言われたんで、うん、あの話題を変えてこっちのあれをして、もうそれだともうそもそも戦略と違うことだったじゃないですか。それは振り返りも何もできないですよ。っていうことです。そうか、はい、それなんか振り返りがにならないですよね。品川で乗り換えようと思った時に、なんか可愛い子が、東北新幹線のさんで青森着いちゃいましたんで。はいじゃあ振り返りは、いやーなんすかね、可愛い子についていかない方がいいですかね、うん、いやそれそもそも普通に戦略通りやってないだけじゃんって話なんですよ。っていうことで大体のビジネスマン悩んでます。戦略通りできないってこと、やってない、できないわけないんですよ。電車乗るだけだろうっていう、それぐらい簡単っす世の中なんて。電車に乗ると同じぐらい簡単なんだけど、電車、人生は電車を何に乗るかっていうのを自分で決めなきゃいけないんですよ。行き先も、って言った瞬間に誰もできない。それが決まりさえすればめっちゃ簡単っす。朝だって8時に起きるでしょ、じゃあ朝8時に起きて支度して、じゃあ朝9時に家を出て、うん、でそれからあの自分が尊敬してるなんとかっていう先輩に9時半からアポを取って、うんうん、でそこから同行して、それで11時半に終わって、うん、それからありがとうございました、僕にご飯をご馳走させてくださいって、11時半から13時まで、うん、
さらに話を聞くこともできて、うんうん、それから自分がアポイントが5件入れるって言って5件入ってるんで、うん、そのアポイントを戦略通りにやっていきますって言ったら絶対成功します。そんなでもそれができないんですよ。みんなそれぐらい簡単そうです。アポイントにスケジュールに入れれば、でも予定を立ててないってだけだ。はい、まずはね、まずはっていうやつが、なんか営業マンとかは特にアポが入らないっすとかって言うじゃないですか。アポが入らないっすはアポを入れるための戦略がないってこと？いやもう全部っす。もうあの話にならないっす。あなんだろう全部か。あの電車どうやっても乗っていいっすかって言われてるぐらい、あの議題に上がってない、テーブルに上がってないっす。いやそれはせめて切符を変えるっていうのが大人だよっていう、じゃないですか。分かんなくてもなんかあのナビタイムとかグーグルで調べるっていうのがそもそも大人だからっていう、そこら辺は義務教育で終わらせておかないとアポが入れないんです。はい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 なるほどな。でもそういうのがなんか分かんな、ビジネスは分かんなすぎて、切符買うだけなんですよ。でも分かんないのをちょっと言い訳にし、みんなも分かんないからっていうことを言い訳にして、なんかアポが入んないのはしょうがないと思ってるビジネスマンの方が多い気がしますけどね。ああ自分は悪くないみたいな。なんか何勉強したらいいですかねみたいな。まず何でもいいから勉強することが先決じゃないですか。でもなんか何勉強したらいいですかねっていう、なんか自分が勉強してないことを何勉強したらいいですかねっていうことのせいにしてる。何勉強してるすればいいか分かってればやるんですけどみたいな。はい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 、それはそれはもうどの切符を買えって言ったら買えるんですけどっていう同じレベルの話で、130円の切符を買えって言われるんだったら買えるんですけど、いやそれお前切符をそもそも買ってないだけだし、調べてなくねっていうのはなんかもう、でそういうのを悪い大人が横から出てきて、あじゃあ君コンサルしてあげるよ月何万円で、で出てくるわけですよ。で切符を130円で買う方法とかっていうのもそんな誰でもできるんですよ。はい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 。でもそこにアホみたいなコンサルとアホみたいな、あの子供みたいなビジネスマンが意気投合して、うわすげえ券売機ってそういうことなんだ今デジタルだからとか言ってるわけじゃないですか。実はチャージっていう方法がありまして、うわチャージあるそっかめっちゃ分かりやすいなっていう、切符を買えないやつと切符を買うことを教えるっていう、わけのわかんない仕事をしてるやつらで横行してるんで、もうその領域にいて、なんかだから自分も切符を買えなくてしょうがないと思ってるやつらは、もう高校生にもなれないですよ。なるほどな。そうか、だからやり方がわかんないとか、アポが入らないとか、だからやっぱ結果を出してる人は結果を出してる人たちで話し合うし、結果を出してない人たちは切符の買い方をずっと一緒に議論してるし、なんかこっちの券売機よりもこの隣の券売機の方があのボタン押しやすいんですよ知ってました、うわーマジかみたいなパチンコ屋と変わんないよ。はい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 。切符を買えるようになってください。ありがとうございました。